セルフィオ・ガルシア・フェルナンデスは、スペインカステリョン・デ・ラ・プラナ出身のプロゴルファーである。エルニーニョというニックネームでよく知られている。なお、英訳すると定冠詞付きのザ・ボーイとなることから、日本語訳で神の子と呼ばれる。世界ランキング自己最高位は2位。3歳からゴルフを始め、父親の手ほどきを受ける。1999年のマスターズでベストアマチュアに入り、同年5月にプロ転向。すぐにヨーロッパツアーのアイリッシュオープンでプロ初優勝を挙げる。同年8月の全米プロゴルフ選手権でいきなり2位入賞を果たし、世界の注目を浴びる。優勝したタイガー・ウッズと1打差につけ、19歳の早熟ゴルファーとして旋風を沸き起こした。この後ヨーロッパツアーのリンデドイツマスターズで2勝目を挙げる。アメリカ代表チームとヨーロッパ選抜チームによる団体戦ライダーカップでも史上最年少の19歳でヨーロッパ選抜の代表選手に選ばれた。この年は日本ゴルフツアーの住友ビザ太平洋マスターズやダンロップフェニックストーナメントでもプレーしている。これらの活躍によりガルシアは2000年5月に第1回ローレウススポーツ賞の最優秀新人賞を授与された。2001年5月第3週のマスターカードコロニアルでアメリカ PGA ツアー初優勝を果たす。2005年度はアメリカでブーズアレンクラシック、ヨーロッパでオメガヨーロピアンマスターズで優勝があったが、その後3年間両ツアーとも優勝から遠ざかっていた。2007年の全英オープンでは、パドレーグ・ハリントンとのプレーオフに敗れて2位に終わる。2008年5月のザ・プレイヤーズ・チャンピオンシップで3年ぶりの米国ツアー優勝を果たし、彼のゴルフは再び復調に向かう。その後全米プロゴルフ選手権で初出場の1999年以来9年ぶりの2位に入ったが、優勝したハリントンに2打差をつけられて敗れた。この後ヨーロッパツアーで2つの優勝を加え、ガルシアは2008年11月9日付の世界ランキングでヨーロッパのゴルファーとしてコリン・モンゴメリー以来12年ぶりの2位に食い込んだ。2017年のマスターズでは最終日に9アンダーで並んだジャスティン・ローズとのプレーオフを制し、メジャー74試合目にして悲願のメジャー初制覇を達成した。メジャー大会の自己最高成績は全米オープンが3位。全英オープンが2位、全米プロゴルフ選手権が2位である。ガルシアのゴルフスイングは、以前は構えてから打つまでの間に時間を取りすぎるところが難点だったが、最近は大幅な改善が見られる。2018年には、日本ツアー初優勝を飾った SMBC シンガポールオープンで2位に5打差をつけ、圧巻の優勝。1アジアンツアー共催悪天候のため54。ホールに短縮1欧州ツアー共催2日本ツアー共催1アジアンツアー共催。ありがとうございます。